多分動画 YouTube ってなので10代20代そうですね、はい、そういったって意味ないで結構俺なんか全部毎日 YouTube に上げてるけど。あ、そうですか。ないでしょ。ちょっとこれを機にホワイトボードからいるね。はい、全然大丈夫です。では、いきます。はい、5、4、3、こんにちは。この度の衆議院選挙、この奈良の2区で、立候補をすることになりました、社会民主党の中川博司といいます。若い皆さんからすると私は多分お父さん世代になると思います。お父さんから子供たちにどういう社会を残したいのかというのが皆さんに伝えられればなと思いますが、一言で言えば平和な日本を皆さんに引き継ぎたいと思っています。一昨年の9月19日に私は国会の前にいました。安保法制という法律が国会で数の力で強行採決されました。これによって日本の自衛隊が世界中どこでもアメリカの戦争を支援することができるようになったり、あるいは直接日本が攻撃をされていないにもかかわらず日本の自衛隊がアメリカと一緒に戦争をすることができるようになってしまいました。これは明らかに憲法9条に違反しているんです。私はこれからの若い人たちがなかなか多分イメージできないかなと思いますけれども、戦争がない日本、戦争に参加することがない日本、そういう仕組みをきちんと政治の場で作っていきたいというふうに考えています。もう一つだけお話があります。それは皆さんも2011年の3月11日どこで何をしていましたか。今日本は福島原発によって原子力緊急事態宣言の下にあります。通常の追加被曝量の20倍の中に子どもたちが生きています。これは私は許すことができないんです。政治が進めてきた原子力政策です。その責任によって子どもたちが被曝をしているということはダメです。これは放射能から子どもたちを守ること、そして原発を再稼働させないこと、この日本に原発はいらない、そういう大きな政策を日本がしていかなければならない。私は今回の衆議院選挙で大きくその2つについて訴えていきたいというふうに思いますし、学生の皆さんが奨学金の問題で苦労していること、これも聞きました。格差と貧困の是正、特に雇用を、まっとうな雇用を作っていくことが大事だというふうに思ってます。一生懸命頑張りたいと思います。 OK です。ありがとうございました。3.6秒くらい全然大丈夫です。さっきの気さくな感じから一気に